研究所にです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。せーの、もえもえ。はい、やってきました。今日はですね、見てください。今日どこいるか分かりますかね。綺麗な街並み。そう、今日は青山に来てます。今日のねお店はすごいよ。結構ネットで激辛の聖地と言われるぐらいの激辛マニアがよく集まるお店です。今日食べるメニューなんですけど、激辛のハバネロチヂミ。見事ね、食べきれたら表彰状をもらえると。今日はジョニコをね、ね、気合を入れていきますんで。今日ね、事前に電話で予約したんですけれども、絶対空腹では来ないでくださいと。で、空腹で来るとその激辛ハバネロチヂミがお腹に来て痛くなってしまうということでね、今日はね空腹でちゃんと来ました。オッケー。じゃあ早速行っちゃおうかしら。レッツゴー。ハバネロチヂミ、いやー辛そう。はい、というわけでやってきたんですけれども、赤いつぼさんですね。このメニュー表に載ってるんですけれども、イカとニラのハバネロチヂミ8辛ですよ。これ見てよ。空腹で召し上がると貧血状態になるため、一番最後の方にお出ししています。やばいね。あ、しかもこれ誓約書書くんだ。じゃあね、早速頼んでみましょうか。すいません、イカとニラのハバネロチヂミで。はい、はい、これ一つお願いします。ちなみにこれ完食率とかってどれぐらいなんですかね。50組に1組ですよ。結構ハードル高いっすね。誓約書来ましたよ、はい、見てください。誓約書ですよ。怖いね、怖いね。あれなんですよね、あまりにも激辛でなんか体調を崩すクレームが多くて、一時期販売中止したんですよね。確かに。そうですよね。お、来た。おー、これは何でしょうか。ハバネロチヂミ、オッケー。あー、なんかハバネロ臭がしますよ。辛そう。カモン、イエイエイ、今夜もかましていくぜ。聞いてくれな、いくぜ。ツボはツボでも赤いツボ、ジョニコは激辛アーティスト、不意に脇からチラ見せ、ひじき辛さ激辛ハバネロチヂミ、いただきます。じゃあ行きましょうかね。ハバネロチヂミですよ。ハバネロチヂミ、チヂミでこんなに真っ赤な食べたことないよ。初めてだ、怖いな。あー、まじ、あー、やだ、これ落ちてくる。あー、これ見て、これ真っ赤っか。じゃあいただきます。あー、だいぶハバネロビームが効いてるね。生地に練り込んでるやつだからね。あー、一瞬で汗がかいてきた。すごいよ、すごいよ。結構パンチ力あるね。まあでも美味しいな。これ体調崩す人いると思うよ。あー、じゃあ二口目。生地がもちもちしてる、もちもち。口の中が結構ヒリヒリするね。これ時間かけない方がいいね。これ後半になればなるほどね、きつくなってくるやつだよこれ。ちょっと汗かいてないもん、やばくない。チヂミ恐るべし。辛い。これ分かるかな、この白いの全部イカですよ。イカがすごいもう練り込んである。カレー早くもやってきました。ここで来ました、食タイム。どどどどど、今日はいつもより早くない。今日もびっちゃんこ。あ、最速タイムの仕置きタイム出たと思うよ今回。このハバネロチヂミは速攻性抜群ですね。うわだ、ちょっときついなこれ。はれ、よし。やべえ、なんかやべえ、鼻血出てきた。すげえ、うわ、ほんとやばいやばいやばい。急に鼻血出てきた。何もしてないのに。この激辛企画をやりだしてね、食べてる途中に鼻血が出たのはここが初めて。じゃあね、気を取り直してちょっと応急処置したんで、よし、チャレンジしていきましょう。
いや、びっくりしたわ。なんだろうと思って、まあ、もうなんかパッと見たら赤くなってたから、あれ鼻から唐辛子でも出てきたかなと思ったら鼻血だった。やばいね、ちょっとね、お鼻のティッシュを取り替えるだけでね、ちょっとトボトボ、ちょっと映像的にやばいと思ったんで今取り替えてきたんですけど、まあ止まらん止まらん、やばいね。この応急処置してる間にね、食べたハバネロチヂミがどん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 こう胃の中にね近づいていくわけですよ。こう下に下に、だから今もうね、ここら辺結構熱いんだよね。これすごい。よし、じゃあ気を取り直していきましょう。 OK OK、 まあ全然 OK じゃないね。うん、お花の鼻血が飛び出す前に早くケリをつけたいなと思うんで、これね、この生地にハバネロが練り込んであるんでね、結構辛い。あと2切れ、もうちょいです。ラストスパートかけていきましょう。あ、もうなんか結構お腹に来てるかも。お腹が熱くなってきたね。じゃあラスト一切れ。はい、ラストいきまーす。ごちそうさまでした。完食しました。オッケー。おい、やばい、やばいよ。途中でね、鼻血が出るっていうハプニングもあったんですけど、それをね乗り越えてなんとか今日も完食できました。量はそんなにないんだけれども、結構お腹にきてる。うん。口の中もピリピリするんですけど、歯まで結構ピリピリする感じかな。まあでもなんとか食べ終わったんでね、ミッションクリアです。そうですね、辛さ的に言うと辛さ8です。おめでとうございます。辛さレベル8です。チャレンジするときはね、空腹状態で食べない方がいいですからね、ぜひですね、赤い壺激辛マニアの方挑戦してみてください。ツイッター等々更新してるんで、ぜひですね、フォローお願いします。あと、この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。年内チャンネル登録者数1000人を目標に掲げてやってますので、応援の方よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございます、ね、こうやってね、表彰状がもらったんで写真付きですよ、ね、これ読むとね、本当にアホレベルの激辛好きと認め、素晴らしい唐辛子マニアであることを赤い壺が証明いたしますと。ありがたいです、赤い壺さんに証明していただきました。で、この表彰状はですね、お店の入り口付近に飾ってあるらしいのでね、よかったらこれ見に来てください。はい、ジョニコの写真入りですよ、これ。正真正銘、ちゃんとね、鼻にティッシュが詰まってると。これはね、だいぶパンチ力あるな。ぜひこれもね、見に来てください。よし、やばい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 、もう片っぽの鼻から鼻血出てきちゃった。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとり、ねっとりボタンはここだよ。 OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK。